はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。さて、本日は第9回グランドアリーナ7日目最終日でございます。いやー、長かった GA 週間が終わります。まあね、率直に言って嬉しいですね。時間的にね、時間がね、本当に膨大な時間をね要していましたので、まあでも時間というものを抜きにすれば楽しいんですけどね、面白いんですけどね。ではね、早速行きましょうか。最終日、今ね、18時30分過ぎでね、ランキング1000位、ね、ちょうどジャスト1000位でございます。はい、なのでここからね、まあポイント積み重ねていって、まあたとえね、1敗2敗したとしても1000以内入れそうな気がしますね。はい、まあ全勝を目指してはいきますけども、ではね、いきましょう。それでは本日初戦のお相手さんです。戦闘力が76000、74000、73000と高いですね。超越がしかも結構いますね。1,2,3,4,5,6,7,8 とねしかもビヨンド、クアンタビヨンドループスに関しては超越2と、いやー、強い強敵でございますが、パリがね、ラウンド2のシャーゲルパリしかないので、まあこれ前衛パリであるんですけども、オール前衛ということで全体パリですね、実質。ここだけなので、まあ編成を考えるのは、まあやりやすい。うん。全部にね、パリがあるよりもやりやすいので、はい、なんとかやっていけるかなと思っております。はい、というわけで、本日初戦はこの編成でいこうと思います。ラウンド1、100式編成をぶつけます。おそらく100式編成がハマると思います。ので、100式ゴッド、ビオループスとつなげていって、勝ちをもぎ取るといった感じです。で、ラウンド2はストフリー編成ですね。で、ここにバフをかけていきます。はい、まあ、こちらの方がおそらくね、軌道が高くなるので、なかなか当たりにくいんじゃないかなと思っております。で、あとはね、もうね、最終日までね、本当に獅子奮迅のね、働きを見せてくれたゼロカス様。こいつにね、こいつの火力に、かけていきます。はい。で、ラウンド3。まあ、一応ワンツーフィニッシュの予定ですけども、ラウンド3。ここがね、一番やっぱり難しいかな。うん。相手、スペリオル SR もいましたし、で、ビオ、クアビオ、ループ、ね、共に超越2ということで、まあ一応ね、まあこちらも尾翼は入れて、まあスペリオル対策に一応前2枚防衛入れております。で、相手は、こちらね、角板で EL ダメージ防ぐんですけど、相手はねなかったので、まあその辺でね、ビヨンドクアンタ、そしてインジャ、この辺で妨害仕掛けていけたらなと。で、どこらね、相手ビーム防御バフがかかるので、ドッコーラで一撃必殺といった感じでございます。まあね、ワンツーと取っていきたいと思います。それでは百式攻め始めます。はい、全員に入りますね。そしてゴッドスラッシュ台風、はい、決まりました。ちょっとエクシアリペアが動いております。ちょっとルプスに入っておりますね。ただ、はい、縛りプレイ継続いきましょう。はい、スタン、ゴッドスタン入りました。あ、でも結構相手入ってないですね。ちょっとエクシアリペア落とさないとちょっとまずい気がする。まずい気がする。まずいぞ。ループ、ビオループス、ループ入っております。はい、やっと、ちょっとエクシアリペアが予想外の強さ。どうかガデラザ、お願いお願いします。エクシアリペアをなんとか落とさないとちょっとまずい。ちょっと生きてるな。やばい、ガデラザ。落ちちゃった。ちょっと予想外。百式攻め。エクシアリペアにちょっと刺さらぬ。ちょっとどんどん落ちてますね。いや、これは。あ、これは負けだ。あ、これは完全なる想定外だった。いやー、リペアにはまらなかったか。リペア。あー、縛れなかった。なるほど。あー、これは、いや、いけると思ってたのに完敗。
まさかの乾杯。ああ、甘かった。なるほどね。そしてね、まあ、向こう、インジャーの妨害がね、対策こちらね、もう、先制パンチでいけると思っていたので、で、メイのバフとかもね、フェネックスで解除できるかなと思っていたんですけど、ね、ナイチンのクリティカル無効とかね。いや、これは、ちょっと、痛いですね。最終日初戦からちょっと痛い敗北でございます。いや、エクシアリペアすごいな。一応まあ、そう、相手のね、必殺が、妨害追撃なのでゴッドには入るんでしたけど、一応ねこっちもインジャ入れようかと思ったんだけど、インジャは外したんですよ。で追撃の数を減らして、で代わりにね、メダルルプスを入れたんですけども、ちょっと残念。さあ負けられない戦いです。さあストフリパリバーサスシャーゲルパリ、こちらの方が有利とは思いますが、早くエルスクアンタをね落とさないと、脅威はね取り除いていかないとで、はい、ゼロカス行きましょうね。信頼です、絶信頼でございます。で F91 登場、はい、バースト行きます。はい、まあ、パリ一応入ってますね。でもこちらほとんどノーダメージ、はい、大丈夫そうです。ここは盤石、もはやね、バフもかけなくてよかったかもしれないレベルですね。ちょっと強すぎた、こっちにバフをかける必要はなかったか。ラウンド1にかけておいたら勝てたかもしれないですね。はい、ではとどめいきましょう。ハイニューノイズ入ってるのかな、まあ、大丈夫でしたね。はい、ここは完勝でございます。はい、はい、ゼロカス3、安定の40万です。相手はほぼ何もできずといった感じで、あ、バフをミスったね。バフがラウンド1が正解だったね。はい、ではラウンド3どうかな。さあ始まります。どうかな、どうかな。スペリオル SR にね、滅ぼされたくない。なんとか尾翼が頑張って落としていこう。相手防衛ガンダムがね、防衛ガン、まあ決勝スリープは入るはず。はい、うまくスペリオルの極大攻撃をね耐え抜いてほしい。各番、そして決勝、そしてこちらは妨害をしていく。妨害プラス尾翼側のダメージ、デスティニーも刺さるはず。はい、相手のね、そしてドッコラもいけると思うんだけど、そんなにいってない。とりあえず防衛ガンダムも駆逐しなければ、そこですね。はい、でスリープもはまるので、その間に、はい、インジャもよし、メダルガンダム落とそう。いや回復したな。パイロットか、誰だ、パイ、あ、テンキラか。はい、よし、ガンダム落としたので、あとはビオクアさんお願い。前の2人が耐えている間にスリープはまります。スキル負荷もかかります。あとはですよ、あとはこのね2枚看板が落ちたらもう終わりだと思うので、いいんじゃ、お願い。相手はまだモビルアーマー出てませんね。その間にね行きましょう。よし、落とした。誰落とした、尾翼は落としたかな。よし連発、はい、尾翼はループ入りました。これです。はい、 SR にも何もさせず、まあさせてはいたけどね、2枚看板がね耐えてくれました。ありがとうございます。はい、勝利完勝ね。はい、ビヨンドクアンタ40万、ゼロカス同様ね火力出しております。はい、相手ね超越2が2体いましたけども、まあね、この戦術がハマりましたね。前に2枚、鉄壁な機体を置いておけばね、 SR もスペリオル SR も潰せるといった感じでございます。そして、まあ、EN 妨害が刺さりましたね。はい。ドッコーラそんなに出なかったな。はい。で、グラマスは登場しなかったですね。はい。
1000位から714位まで上げてこれました。はい、まあ最初のねラウンド1の負けは想定外でした。もう普通に勝てると思ってましたね。ここにバフをかけていたらでしたね。まあいいや、ラウンド3勝てたので、はい、まあまだね1敗というものを、初日からの1敗のみを継続しております。それでは本日2戦目のお相手さんです。今回の相手さんも戦闘力74,000、72,000、74,000と高いです。で、超越も 1,2,3,4,5,6 で、ガデラーザが超越2とね、はい、強敵でございます。ただラウンド1がストフリー、そしてエルメスにパイロットが乗っていないというね、状態なので、うん、ここは勝てるかなと見込んでおります。はい、でまあうまくね、あとラウンド2ラウンド3ね、どうやっていこうかなといったところです。はい、というわけでこの編成でいこうと思います。ラウンド1同じくストフリー編成をぶつけて、こちらねパイロットもしっかり組み込んで、ね、バフもかけて、ね、勝っていこうと思います。おそらくね、うん、相手パイロット乗っていないっていうのはね大きいかなと。ただエルメスがね星5っていうのがちょっと、うん、突破できるかな。まあでもゼロカスなら大丈夫かなと思っております。まあ大丈夫と見込んでラウンド3にかけるっていう案もあったんですけども、まあ、うん、無難にというかね、ラウンド1にかけていきます。でラウンド2、はいね、お出ましです。大どんでん番神編成でございます。でちょっとね改良を加えて、前4人はね、前4体同じなんですけど、最後方にビヨンドクアンタを配置しました。で狙いはというと、相手後衛パリーなんですよね。ただ前衛の決勝のみパリーがかからないということで、こいつをビオクアの前衛、ね、超火力攻撃で叩き落として、あとはなんとか全域残る、そういうね未来予想図を描いております。まあ、ビオクアのね防御が薄いので、こいつがね落ちる可能性もあるんですけども、まあ前の4人が高めてくれると信じて、デールメス登場させてといった感じです。まあ基本的に相手ね、スペリオル SR ね、あれはこういった防衛編成に弱いと思うので、うん、こうやって固めたらそんなにダメージは出ないかなと思います。でラウンド3、はい、ここに来ることを、うん、まあ一応考えております。で100式編成を持ってきました。ただね、相手戦闘ビオコーンなんですよね。戦闘ビオコーンと100式やったことがねないんですよ。なので初手ひるみが入って移動負荷もかけられるのかどうかがちょっとわかんない、うん、ビオコーンの初手状態上無効の方が早いっていう場合もありますよね、うん、その辺が僕よくわかっていないので、ただまあ、うん、100式持ってくるしかないかなと。であとはゴッドビオルプスとつなげていきます。でまあ忍者で妨害、内鎮で支援といった感じです。で相手と同じくガデラーザね、先にね、なんとか登場させたいなと思っております。では、それでは、始まりました。どうかな？うまくやってくれよ。はい。まあ、こっち軌道をね、かなり上げているので、相手よりも。あ、早いな、エルメス。エルメス、早いな、ほんと。チャージダウンとかですかね。うん、あっと、天キラ落ちた。誰や？誰や？パーフェクトパックか。いやーちょっとフェネックスも落ちそうだし、いやちょっと待って、くっそ、バフかけてこれか。バフかけといてよかったなといった感じで、パーフェクトパック全く食らってないような。うわ、後ろ3人落ちましたね。いなくなれ、お願い、いなくなって。いやこれ入らないかな、どうかな。このストフリとゼロカスだけで耐え忍げるのかっていうか、エルメス星5がきついね。いや、ストフリ、あ、ちょっと落ちるかもしれない。いや、これは無理だ。相手5人生きてますよね。いや、サラがね、サラがいる以上無理ですよね。ちょっと、ね、相手フェネックスで解除もされますし、あ、ゼロカス入ったな、ダメージ。いやー。やばいな。またラウンド1、想定外の敗北か。いやー、パイロット乗ってないのにね、相手。
これか、強いな。いや、ランキングね、確か250位ぐらいの相手だったんですよね。いや、やられた。ビグラング残ったけど完敗ですね。あー、ゼロカス全く、うわ、パーフェクトパックやばいな。恐ろしい完敗でございます。いや、これ次の次のね、大どんでん番士に番士がやってくれないと0-2で負けてしまいますね。さあどうかな。超鉄壁編成ではございますが、うまく尾翼はで決勝ユニコーンを落とすことができれば、で、うん、数でね勝っていけるかなとか思っているんですけど、ちょっと、そうそうそう、そういうこと、そういうことよ、そういうことです。尾翼はで決勝を落とす、そして数的有利に持っていくと。各番がちょっとダメージ食らってますね。はい、まあ相手ねパリーもあるから、はい、決勝落ちるでしょうこれね。落ちたかな。ビオクアの一撃、まだまだ生きてる、まだ生きてる。どっちだこっちにも決勝いるからよくわかんない、見えない。どうですかね、決勝いないですよね、決勝いないですよね。落ちましたよね、はい、あ、ただこっちエルメス落ちるな。いやー、そう簡単にはいかないか。あ、ついに、ついに2敗目を2敗目を喫してしまうのか。あと40秒長い。いやー、ちょっとエルメス落ちますなこれはみんなかなりダメージ入ってます。もろもろね、相手ね、超火力兵器がHWS にマグナムに SR もな、 SR も追撃は回避しておりますけどね、高火力ですしね。いやー、やめてほしい、やめてほしいあと20秒エルメス生きれば勝ちなんですけど、これはどうかな。エルメス落ちたらもう負けですね、ダメージ量で。うん、はい、なんとかあと10秒、あと10秒、8、7、スリープ、入って、入らない、時間止まらないでね、出ていってお願い。あといける、これいける、いけます、やばい、いけるかも。あ、勝ちましたねこれ、やったやった、なんとかいやー、戦術ハマった。尾翼は配置しといてよかったね。6万5000ってね、ちょろっとなんですけども、そう、もう完全に決勝を叩くと、決勝さえ落とせばあとはね勝ちにつなげれるかなと思ったら、うまくいきましたね。はい、ちょっと大どんでん番士の改良バージョン、うまくいきました。こういう使い方もあるんです。はい。ね、相手ね、HWS がかなりやってきておりましたね。なんとか耐え抜いて。よかった。では、よし、ラウンド3につなげることができた。さあ、初手ひるみ、入れることができるのか。お、入ったけど、状態上向こう入ったかな。いや、大丈夫かな。いや、入ってますね。移動負荷がかからないということは、状態上向こうは入っている。ただ、ノックバックは決まる。で、お互い、忍者の妨害、ね、EL 妨害が入っていく。で、もう状態上向こうが取れたかな。その、ね、移動負荷入っておりますね。うん、ちょっと待って、百式落ちないで。分身、分身お願い。うまく、はめる。もうそんなに、入ってないかな。なんか、で全然ね、もうお互いが忍者で、EL がたまらないという。あ、相手のガデラーザが先に出てきた。これはちょっときつい。ミオルプスで回復につなげることができるかどうか。お願い。あ、ちょっと削られたね。いかん、ちょっとガデラザーが先に出てこられたので、あとはゴッドスタンとかにかけるしかないな。
でも状態上向こうが美容校をまたやっていたらって、美容ルプスが回復しそうなところで妨げてくるって本当にいやらしいっていう ね, ね、ちょっと熱がこもりましたね。いや、ちょっと待って、百式落ちちゃう、百式落ちちゃう、百式落ちちゃう、やめて。よし、回復、よし、起死回生、仕掛ける。でも相手もビオルプスいるのか、落ちちゃった。あー、ちょっとこれは火力不足になりそうですね。いや、さすがランク高い250位台。いや、これはゴッドスタン入らないとちょっと厳しいかな。またビオルプスチュドンと、どうか。もう家の回復2倍タイムですね。どうかな。ナイチンクリティカルいける、大逆転いける、結構ダメージ入ってますよ。俺いけるか、いけるか、やってみるさね。はい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 。あ、でも削られた。ちょっとちょっと、ビオ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 ルプビオルプお願い。ダメか、期待させといて落とすか。あー、残念、惜しかったな、惜しかったな、この勝負。ゲージのね、ゲージがお互いすごいですね。いやー、激戦でした、激闘でございましたが、ついに2敗目を喫してしまいました。はい、惜しかったな最後。まあやっぱり相手超越ね、超越が何体だ、4体でガゼラーザも超越と、ちょっと及びませんでしたね。はい、ということで762でございます。うん、12ね、まあ02ではなかったのが幸いといえば幸いですが、2敗目か、残念だな。まあね、相手強かった、さすが、さすが高ランクといった感じで、ではね、切り替えて3戦目やっていこうと思います。それでは本日3戦目のお相手さんです。戦闘力74000、71000、72000、そして超越が1,2,3,4,5,6,7,8,9体とね、いやー、最終日ね、本当に強敵難敵揃いでございます。ラウンド1はちょっと厳しいかなと思うんですが、ラウンド2はプロトゼロのみパリ、そしてラウンド3はパリないということで、まだ勝ち筋はあるかなと思えます。やっぱりね、パリがあるかないかでかなり変わりますね、今の環境。ということでやっていきましょう。というわけで今回はこの編成で臨みます。ラウンド1大どんでん版 C 編成です。ただまた改良をね、少し加えております。というかね、決勝ユニコーンラウンド2に持ってきたかったので、決勝外しました。で、代わりにまあ、フェネクスといった感じ。で、さらにね、最高峰を回復の天キラを入れております。まあ、これがね、どう出るかなんですけど、決勝を外したのがね、ちょっと、防御力的に落ちやすくなったかなと思うんですよね。まあ、フェネクス解除、天キラ回復、がどう出るかなんですけども、はい。で、ラウンド2に決勝ね、相手のプロトゼロの必殺対策です。ゼロカスをね、先頭に置きたくなかったので、はい。で、ここにね、ストフリ、ね、全体パリで相手の単体パリに勝っていく、そしてバフもかけて勝っていく、でラウンド3に持っていきたいといった感じです。で、ここにね、百式編成を持ってきております。相手にね、スペリオル SR がいるんですけども、パリのないスペリオルには百式攻めがね、通用することが分かったので、これでものにしていきたいといった感じです。まあ大丈夫と、ラウンド3は大丈夫と思います。ではね、1どうなるか、そして2、3と取っていきたいと思います。さあ、大どんでん版 C 改良版どうかな、耐えうることができるか。厳しいかね、厳しいかな。まあ一応全キラの回復で HP を保つことができるかどうかなんですけど、はい、エルメス登場。はい、
まあもうねこれは見ていくだけとなります。覚醒番士のねボムがささあマジか、エルメス一瞬で落ちたな。スノホワ、スノホワイトかな。あこれはダメです、これは負けですね。エルメスがこんなにも早く1分いくね、1分切る前に落ちるっていうのは初ですね。いやーこんな結果になろうとはちょっと厳しいね厳しいね、はい、あー落ちる、一気に落ちる、ダメだったか。いやーこれでも決勝入れていてもダメだったかな、ちょっと強いですね相手、鉄板のテンプレ的なパーティーですね。はい、乾杯でございます。ダメでした、スノーホワイト40万か。いやー強い。はい、ということでラウンド2なんとか勝っていかないといけなくなりました。さあゼガヒデも勝ちます。決勝は相手 F91 いたのでスリープにはしておりません、身代わりです。はい、なんか移動負荷がかかっている。あーていうか F91 落ちそう落ちそう、当たるか、そっか、まあ F91 疲労がね盛られていないから。あでもゼロカスの火力が入っております。あインジャ持ちそうね、ちょっと怖い、エルメス出てきたし、厳しいか。最終日強いな、ほんと。ここまで順調に来ていたんですけども、最終日が一番厳しい内容でございます。はい。バースト来るか。嫌だね。ゼロカス、お願いします。はい。当たってない？当たってる？ゼロって見えるな。向こうも結構軌道高いのかな。いやーちょっとどうか、エルメスが相手星どうでしたっけ、4 5 5 5 だと入らない。あーでも削れていますね、エルメス4かな。はい、あとちょっと、あとちょっと、はい、次で落とせるかな、これで。ほい、落とせましたね。ではこれからはゼロカスのループが入っていきます。おい、はい、まああとは決勝がね落ちないように、はい先にねプロトゼロをなんとしても落とさないといけないんだけど、あいつが最後に残りそうなんだよな。はい、どうか、一斉射撃、なんか落としたかな今ね、爆発。あと数でも今勝ってますよね、どうかな。はい、よし頑張れ頑張れ、よしよし、落として、落としたかな。はい、何か落ちたね。おい、あと2体プロトゼロと F91 落ちないか。分身はきついか。プロトゼロ落とせないかな、硬いな。さすが防衛型といったところか。まあ勝ちっぽいです。はい、ミス。はい、というわけでね、5対2、はい、ゼロカス46万出しております。相手結構超越いましたね、ここ3体か。まあ勝っていけました。はい。完勝ではなかったですけども。では、運命のラウンド3、いきます。それでは、百式攻め入れていきます。はい、入りました。そして、ゴッドスラッシュ台風、入りました。では、ここからね、そう、ビヨンド勢の力見せていきましょう。はい。家のダメージ、チュドンと。で、ゴッド赤波、続いていきます。で、フミナちゃんがね、相手かなり刺さるので、妨害回復尽くしだったので。で、はい、チュドンと。なかなか入らないな、ダメージ。
はい、百式中丼結構入りましたね。で、ビオクアの EN ダメージで相手に必殺は打たせないぞと。そしてガデラーザも登場でモビルアーマーを登場させないぞと。はい、いけそうですね、おそらく。はい、灰に落としました。では残る恐怖はスペリオルだけど完封したい。はい、はい、ゴッドスタンも入りました。ではなんとか、はい、尾翼は中ドン行きましょう。どうだ、落ちたね、落ちましたね。何かもう見えない、ね、ザンジバルの裏側に何がいるのか。あ、スペリオで落ちましたね。あ、てか百式落ちそう。完封できないか、完封干渉できないか。はい、あーでも回復した。グラマスは大丈夫、グラマスは大丈夫、ちょっと時間が伸びるだけ。はい、ではうん、もうあとこいつだけだよね。はい、ちょっと時間かかりましたが完勝でございます。はい、おう、百式99,989、惜しい、あと10ね。尾翼は9万。はい、スペリオルが完封はできなかったか、星5だけどちょろっとダメージ出しておりますが、相手超越結構いたな。まあ完勝でございます。というわけで627位来ました。はい、まあね、初戦のラウンド1の負けからどうなるかと思いましたが、まあなんとかね、2-1いけました。では4戦目いきたいと思います。それでは本日4戦目のお相手さんです。3戦目までのお相手さんよりも戦闘力が若干下がりますね。7万、6万8000、7万と。はい、でも超越が1,2,3,4,5,6,7 体とね、おりますし、ちょっとまあ難しい相手には変わりないです。でスペリオル SR も超越なってますね。しかもバフもかけられております。であとはラウンド3のモビルアーマーグラマスにパイロットが乗っていないというのがね、ラウンド3は有利にいけるかなと思います。ではどうやっていこうかな。はい、というわけで今回はこの編成でいくことにしました。ラウンド1大どんでんね、もはや安定の出場になってきております大どんでん番士編成でございます。でさっきと若干変えて、今度は決勝をもう一回ね、戻して、で最高峰にビオルプスですね。で相手がね、後衛パリだったので、前衛の2体ね、モビルドールメイ、そしてビヨンドザクにダメージがね入るかなと思いますので、さっきね、試合ではビヨンドクアンタを使ってそれをやったんですけど、今回はビヨンドルプスで前の2体をできれば倒して最終的に数的有利な状態で全員生き残って勝つっていうね、そういう作戦です。まあ、うまくいくといいな。はい、でラウンド2にバフをかけてストフリー編成でございます。まあ、相手とね、結構ね、ストフリー、フェネックス、ナイチン同じですね。で相手と違うのがスノーフォア、こちらゼロカスで、向こうが F91 でこちらインジャにしました。 F91 でも良かったんですけども、インジャ外せないかなとね、ちょっと思って、はい、入れております。でラウンド3なんですが、百式編成でございます。ここはね、おそらく百式攻めがはまります。でまあゴッドにつなげて、でいつもならビオルプスにつなげるんですけども、ビオルプスのダメージ軽減がアマツミナのね追撃対象になるので、一応外してテンキラにしました。でまああとはビヨンドクアンタの火力、そしてフミナのエース、これがね刺さるのでといった感じです。でまあガデラーザも先に登場させようといった感じでございます。なのでまあ1どうなるか、2しっかり勝って3でも勝つといった流れでございます。さあどうなるかな、前2体倒せるかな。基本的にスペリオル SR はね防衛に弱いとね思いますので、そんなにダメージは入らないと思っているんですけども、今回ビオルプスも回復してくれるのでね、お結構入りましたね。
結構ダメージ入りましたね、メイちゃんとビヨンドザクリ。なエルメス出てきました。どうかな、エルメス出てきたらちょっとエルメスをビオルプスだけで倒すっていう、あーそれがあったか、それちょっと忘れてましたね。はい、でまあスリープはね、決勝スリープではなく今回も身代わりです。相手にね闇コーテ状態上向こうがいるので、でこちらもエルメス出してきました。こっちは落とされることはまずないでしょう。相手今回火力がねそんなに、 SR をうまく封じ込めたらもう大丈夫かなと思うのでね、 HP 減ってませんね。ダメージ量で、ダメージ量を、そうだダメージ量で、でメイちゃんとビヨンドザクに結構与えたつもりなんですけど、どうかな。であとは覚醒バンシーがねボムをうまい具合にね当てていればなんとかなりそう。意外と勝ち見えます。でエルメス落ちないよねゼロゼロね、落ちないよね。さすがに1体だけの力じゃバフかけておりませんし、バフかけたらスペリオルのね追撃が入りますしね。はい、このままいきそうですね。で最終的にダメージ量ね、ダメージ量がどうなっているか。まあ相手向こうパリーがね、後衛パリーなので、基本的に落とすなら前衛の2人。でもエルメスがね、エルメスが出ている以上は無理ですね。このまま不毛なやり取りが続きます。全く今回はねダメージ受けておりませんね。かすってすらないぐらい。これは期待できます、ダメージ量。ではあと5秒、ここでね勝てたら楽になるんですけども、どうかな、どうか、お願いお願いします。どうでしょう、あれダメか、あれ惜しいね、惜しいですね、わずか僅差ですね。ほんとこっちが合計2万5000ぐらいで、相手も2万、ね、5000ぐらいですよね。これ全部足して若干負けたって感じか。惜しいな、惜しかったな、これは惜しすぎる。どうせなら判定勝ち行きたかった、残念。いやー、はい、ではラウンド2盛り返していきましょう。さあね、バフもかけております。しっかり勝っていきたいね。どうかな、フェネックスナイチはこちらの方が星上なんですよね。相手他どうだったっけ、超越いましたっけ、スノフワとかストフリとかどうでしたっけね。はい、あ、いけそうですね。ダメージが今のゼロカスの入り具合、ただここで耐えてほしい、耐えてほしい、なんとか。はい、よし大丈夫、いけました。バフもかけているのがやはり強いで、はい、あとは追い詰め、あ、でも結構食らっている、食らっているよ。干渉いけない、いけないかな、干渉いきたいけど、誰だ怒っているの。落ちないで、スノフォア、スノフォアじゃねえ、ストフリーね、スノフォア落ちていい、ゼロ。はい、お願いします、チュドン、はい、チュドン、チュドン、チュドン、あと誰、 F91 かな、分身、分身で残ってそうですね、見えないけど。はい、見えました、チラッとね、案の定 F91 です。これはねどうかな、戦艦落とすかな、むしろね。そうなりそう。相手は、はい、ではそろそろとどめです。はい、ジュドンといきましょう。ほい、戦艦落とし、はい、勝ちました。一応完勝ですね。時間はかかりましたが、はい、ゼロカス30万、相手その方22万出しておりますが、まあなんとかね勝ちを得ました。ということでラウンド3。
勝っていきます。さあここはしっかり初手ひるみ入れていきます。はい、入りました。そしてゴッドスラッシュ、タイフーンも入れていきます。そして縛りプレイ発動で、ビオクア中ドーン行きましょう。はい、でフミナちゃんが早く家のを貯めてくれたらエース必殺でアマツを落とせます。天キラ、天キラお願い。誰 EN 削ったの誰やろ。はい、まあ普通に百式で落とそうか。そしてゴッド、はいはい、ようやく天キラ発動で、フミナの必中入ります。入りました。で必中一度入ったらループに入る予定が、ちょっと何これ、このなんだ大乱闘。はい、ビオクアループ誰か落としてる。いやギリギリ干渉無理かな。相手のスペリオルか。いやビオクア落ちた。なんだ何が起きている。リスクとか。え、嘘でしょ。ちょっと待ってリスクですか。当たってない。あ、ビビ落とした。はい、フミナちゃん。ちょっときついけど。おっ、やるっす。うお。百式、ありがとう。ギリギリだったね。はい。リスクか。リスクが6万かな。これでビオクアが落ちたのかな。ねえ。で、まあ、ね。でも、百式が17万。で、ビオクも13万出しております。で、フミナもエース刺さりましたね。ガデラザもやっていたんだ。はい。なんか、すごい危なっかしい試合でしたけども、なんとか、ね、勝利を収めることができました。完勝ではないですけども、2-1、勝利でございます。はい、ということで、484位まで上げてこれました。500位切りましたね。はい、あと2時間30分ぐらいかな。はい。まあ、2-1、2-0はね、なかなか厳しいですね。今日、勝ってるやつは全部2-1ですか。勝つことが重要。ということで、ラスト一戦、なんとかね、勝って終わりたいと思います。それでは本日最後の、そして第9回グランドアリーナ最後のお相手さんです。はい。最終戦、高いですね、戦闘力。7万7000と。ラウンド1、強いです。これはちょっとね、超越4体。ね、1、2、3、4、5、6、全部で6体のうち4体がラウンド1。で、バフ。きつい、最新機、ストフリー、スノホア、そしてクアンタムバースト。はい。どうしようかな。で、ラウンド2、ラウンド3と。ここはね、パリーがないので、うん。なのでね、勝ち筋はあります。ではね、最後の僕の編成の方、行きましょう。はい。というわけで、これが今回のグランドアリーナ最後の編成でございます。で、ラウンド1、大どんでん持ってきました。で、若干改良を加えて、初のオール前衛大どんでんでございます。はい。ただ相手ね、戦闘力7万7000、ね、バフもかけられた、ね、非常に強力な編成なので、おそらく、落ちる。と予想しておきます。はい。なので、ここは本当にね、捨てる感じです。何体生き残るか。全滅必至ではあるんですけども、おそらくね。ただ、残ってほしい。っていう期待を、淡い期待をね、抱いております。で、ラウンド2。ここに百式編成でございます。そして、バフもかけていきます。百式攻めがハマると思うので、百式ゴッドビオルプスとつなげていきます。まあ、ここはね、確実に勝っていって、で、ラウンド3も勝ちます。はい。ここにストフリを、ラウンド3にストフリを持ってきたのは初かな。うん。まあ、うん、これは大丈夫でしょう。ね、ビオクアとね、ビオクアとコラボさせております。で、ね、フミナも入れております。まあ、相手がね、パリじゃないので、うん。それだけでこちらの方が有利と思うので、はい。まあ、ね、ラウンド2、3と取って、まあ、締めくくろうかなといった感じです。では、ね、ラウンド1どうなるか。ね。はい。本日、最後。そして、第9回 GA 最後。見ていきましょう。
さあ、オール前衛大どんでん、どうかな。相手特にノックバックとかいるのか、どうなのか、まあちょっとね、厳しいかなとは思います。回復がまあフェネックスの継続回復ぐらいですね。まあ、今回相手にスリープは入るのかな。なので決勝スリープでございます。いやー、ダメージ食らってますね。さすがね、超越4体プラスバフですよね。ちょっと無理でしょうエルメスがもうあっさりダメージ入ってますもん。もうこれはね、どこまで延命できるかね、タイムポイントね、最終的にこれね、1分ね、切る段階でこれですから、エルメスがね、ちょっともう、まあ、回復前5人はね、なんか回復してますけど、うん、エルメスが落ちたね軽減入りました。ここから軽減が入りますが、うん、もうエルメスがいなくなった以上、ね、ダメージが入り続けることでしょう。まあここはね、仕方ない、うん、ここは捨てるしかなかった。まあね、今日はね 2-0 できませんでしたね。最終日やっぱり難しいということで、まあでも 2-1 でもしっかり勝って、0-2よりはね 2-1 ということです。はい、残り30秒ね。1体でも生き残るかな、無理かな。さあ予想しましょう。競馬ですね、競馬、誰が生き残るか。まあメダルガンダムかな、ね、一番生き残りやすいのは。まだまだ耐えております。フェネクスが先に落ちそう。フェネクスがまずは脱落するか、その次がビオコーンか。どうだ、意外と耐えている。はい、19秒耐えております。15秒まで耐えることができるか、フェネクス。おお、残り HP1 か、どうかなあ、落ちた。やはりフェネックスが一番最初に落ちました。次ビオコーンかな。ビオコーンが落ちそうです。残り10秒、耐えたら神ですが、スリープ入りました。ここから盛り返すか。なんかボムがついているなんか頭にボムがついている。さてビオコーン3秒耐えるか。耐えれない。さて3体耐えた全滅は免れました。はい、3体生存ポイントゲット。はいバンシーね、ボム8591、スノホは27万、強いクアンタムバーストも5万出しております。いやー、まあ完敗ではない一応ね、うん、3体に生き残ることができました。まあ最低限の役割は果たしました。大どんでんバンシー編成ね、これで終了です。はい、お役目ご苦労様でございました。ではラウンド2勝っていきましょう。さあここはしっかり勝っていく。百式攻め入れる、そしてゴッドスラッシュ大風入るからの、はい、押していくよ。なかなか押し切れない。そうか、相手も忍者いるんだよね。そう結構似た編成でね、さあ忍者でなんとか縛られてますね。結晶がとりあえずフルセーバーの火力を爆発させなければ OK です。はい、では入れていきます。こちらダメージを着実に入れていきます。はい、では先に必殺打っていこう。はい、落ちました、かなり落ちました。はい、蹴りつきましたね。決着です。早い。うん。おい。百式12万。ね。今回のグランドアリーナ、ラスト、百式、ダメージ、出しましたね。はい。相手のフルセーバーが、まあ3万、ね、出そうとしていたところですが、まあその前に、滅ぼしたという感じです。他もね、ゴッド、ビオルプス、インジャとね、まんべんなく出してますね。はい。まあ、百式。
ご苦労様です。ではラウンド3勝って終わりましょう。さあ最後の決戦です。まあ、こちらストフリ全体パリの5加護があります。守られております。相手はダメージを与えることすら一苦労なはず。こちらは手軽に与えていく。これがパリ、これがパリの力。しかしどっこら早いな、どっこら早い。くっそ、 F91 落ちた。干渉無理だったか。パリに守られていなかったか。 F91 はそうか。いやこれはまあいいや。フミナエースいきましょう。刺さります。フミナループ入りました。では次サラちゃんエクシアダッシュ、はい、落とします。はい落としました。次サラちゃんかな。フミナちゃんがサラちゃんを落とす前にゼロカスが落とす。はい、いやビオクアが落とす。なるほど。そしてフミナが中ドン、とどめ、どこらビオクアがクワーッとね、はい、クワーッと決めてグランドアリーナ終了でございます。はい、お疲れ様でした。干渉ではない。そうか、 F91 落ちた。あれフミナが桁違いの火力を出しているんですが、これはどうしたものか。なるほど、ストフリのバフが今回はゼロカスではなくフミナに行ったと。そしてあの超火力エースがとんでもない化け物じみた火力を誇る兵器と化しているんだね。なるほどね、ストフリとフミナの組み合わせでこういうことね。そういやレイドでもこんな感じだったか。はい、いや最後に90万100万近いダメージを出して終わることとなりました。はい、ということで第9回グランドアリーナ最終順位、現時点の最終順位358位でございます。残り1時間30分ですね。残り1時間半で500位を割る割らない、どっちだろうね。500位以内に収まることができるか、それともといったところです。まあ本当の真なる最終順位は後日ね、あの編集後期の方で、出していきたいと思います。はい、いやー終わったね、グランドアリーナ終わりました。いやー長かったね。今日の動画も長いかな。最終的に2敗でございました。0に1回1に1回で、残りはほとんど2-0で、今日はねちょっと2-1が多かったんですけど、まあ2-1が何回かなありました。はい、まあ過去最高のグランドアリーナの結果でございます。あとは順位どうかなといった感じです。まあ、500位以内に入っていればもう万々歳でございますね。まあ、1000位以内でもね目標は大きくクリアでございます。というわけで、まあ皆さんも毎日5試合お疲れ様でした。そしてね毎日ね、僕の動画を見てくださった方々ありがとうございます。それではまたね、最後の編集後期の方でお会いいたしましょう。では、今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。